ハロー、ニメンハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第42回配信を撮っていきたいと思います。ですね、なぜここに、こんな場所にいるのかというとですね、剣術師のジョブクエが、この、これか。こちら、あれ違うな。ジョブクエじゃない。あれこれなんだろう。今この後ろに発生しておる。このスウィンブルースさん。ちょっと話しかけていきますね。マテリアの、あれ呪しの隊のスビンブルースはマテリア化の技術を広めたいようだ。宇宙。使い込まれた武器や防具には、その使い手の思いや思念が宿される。お主はこうした話を信じるか？疑うのは無理からぬことだが、事実、宿された思いの力を物質に変える方法があるのだ。それが今から何時に伝授する秘技、マテリア化である。思念が宿るほど使い込まれた装備品を、この秘技により、マテリアと呼ばれる結晶へと変化させるのだ。マテリアを利用すれば、装備の強化も可能だ。マテリア化を学びたいのであれば、お主にその手法を伝授してやろう。何の説明もなく。ちょっと待って。レベル19以上。ジョブを変えます？採掘しでいいか。へい。よいか。マテリアとは思いの力を凝縮したもの。それゆえ、これを別の装備品へ装着することで、思いを受け継がせ、性質を強化することが可能なのだ。だが、人の思いが移ろいやすいのと同様、マテリアがいかなる特性を持つのかは予測不能。何時、マテリアの深淵を知るがよいぞ。さて、お主はマテリア化を習得するわけだが、その装着には特殊な技術が必要となる。熟練のクラフターや各地のマテリア師に依頼してもいいが、もし、己自身の手で装着したいのであれば、同志、フ・ホバスより、マテリア装着術を学ぶがよい。装着したマテリアは、装備品のサブコマンドから、マテリア回収を選択することで取り外すことができます。その際、一定確率で、マテリアを再入手できます。うん。一定確率で入手できない。コンプリート。マテリアを作ってみる。装備品をマテリア化することができるようになりました。マテリアとは装備品から生み出される装備品を強化するためのアイテムです。装備品を使い込んでいくと精錬度が溜まっていきます。精錬度が 100% になった装備品のサブコマンドからマテリア化を選択することでマテリアにすることができます。マテリア化すると元の装備品はなくなってしまいます。マテリアを装着するには特殊な技術を習得したクラフターになるか各都市のマテリア師に依頼してください。装着したマテリアを取り外したい場合はサブコマンドからマテリア回収を選択することで可能です。へい。お、フホバスさん、ちょっと予想と違う感じでした。クラフターレベル19以上。クラフター、なんか作る系の仕事ですかね。クラフターレベル19。どれもなってないな。賞金も18か。でももうちょいだね。
ちょっと上げてみる。ちょっと待ってよ。何でもいいんだけど。左眼がね、回収しに行ってないんだよな。作ってないのはないね。あースタッフもあれか、作ったけど人にあげちゃったんだよね。これ作ってない。あーでも物がない、材料がない。その辺に道具屋さんない？道具屋さん、道具屋さんない。なんか作ろうかな。よし、これ作っとくか。物としてはいらないんだけど、作ったことなかったんだよね。これがね、材料がないんだよね。また掘りに行かなくっちゃっていうね。ラムの角も、うちのスタイプのペダルが、ペブルがない。ラムの角が足りない。あー悩ましいな。まあいいや、とりあえずレベルが上がったのでフ・ホバスさんに話をしていきます。のろしの谷のフ・ホバスはマテリア装着の手法を教えてくれるようだ。受注あんた制作の心得があるみたいね。ま、手を見ればすぐにわかるよ。あんたがもしマテリア装着を自分でやってみたいって言うなら、マテリア装着についてあたいが教えてあげるよ。を受けました。いい？マテリア装着で重要なことが一つ。マテリアをはめるためのマテリアーナの存在ね。マテリアーナの数は装備品によって違うの。通常穴の数を超えてマテリアを装着することはできないわ。もっとも何事にも例外はつきもの。マテリアーナの数以上に限界を超えて装着する禁断の技もあるんだけどね。もっとも、ああ、そこはもっと経験を積んでから、あたいの師匠、ミュタミクス氏に教わってちょうだい。さ、君も頑張ってマテリアを活用してね。VTO。装備品を強化してみよう。マテリアーナにマテリアを装着することで装備品を強化することができます。マテリアを装着するにはサブコマンド、装備品のサブコマンドからマテリア装着を選択します。装着するマテリアを選ぶと、それに応じた性能が装備品に追加されます。回収は失敗することがあると、要注意。とりあえず ミュスタックスさん、すごい人間っぽくないね。レベル25以上、全然ない。マテリア作成ってどれ？はて。
ちょっと待ってよ。ここ関係ないね。ここ関係ないし。装備品かな？所持品？これって装備してるかどうかはどこで見るの？現状装備品は現状装備してるのはここに載ってないのかな。うん、これなんだっけ、正 100% になってないとダメ。なんだっけね。どこで見る？あ、待って、耐久度の下の精錬とか、あれが 100% になってないと。できないのかな。この後まだだいぶ先の話な感じですね。うん、じゃあ戻しますか。装備を格闘士に。でもなんかさっき格闘士で戦ってた時になんか経験値が全く入らんっていう現象が起きたけど、気のせいだったのかな、なんだろう、なんかクエストが発生してますね。何のクエ？あ、またお腹を減らした。あれね。うるそう。経験値入ってないよね。レベル差がダメ？なんだろう。モブハンターさん、どこにいるかは全然わかんないのかな。これでも料理使
作れる人じゃないとダメだよね、多分今の最後のやつは。だからどうせ経験値入らんのなら剣術でいこうかな。剣術もひょっとして入らん？間違えた。これは経験値入るね。格闘士は入る？これで入らんかったらすごい無駄戦だよね。あ、入った。やっぱりレベル差かな。レベル差が10いくつあるとダメなのかな。よかった。もう全然レベルが上がってくれないのかと思った。ではとりあえずアンフォーディエアに来ましたが、確かね、誰だっけ、トキシクトードだよね。クラッチキュー。他はトキシクトードはいいかな。ちょっと呪術師違う呪術師で届くね。ちょっと待ってよ、ちょっと危ないかな。うわ、ちょっと待って、何今の。あ、帰ってく。びっくりした。あ、微妙な位置なんだね。どうするかな。ちょっと危ないかな。危ない。まずいまずいまずい。やっぱ強いね。まずいまずいまずい。
もうちょいレベル上げてからの方がいいのかな。強い。どうしようかね。結構危なかったね。さて、ではちょっとレベルじゃないわ、ジョブを一番安全なのに変えましてと。指定地点どこだっけ、こうか。よいしょ。じゃあここで待つ。さてメインがこれで進みますかね。はい。約束のものは持ってきた。さあ、王冠を返してもらおう。王冠はこちらに。ただ、渡すのはそちらが先ですよ。卑怯な！その後に貴様らが王冠を返す保証がないではないか。おやおや、卑怯はあなたでしょう？不名誉なオワイン殿。他言無用と手紙に記したのに、冒険者など引き連れて。我々こそ不安ですよ。王冠を渡した途端、四方から嫌の嵐なんてことがあるかもしれないのですから。この取引は無効ですね。不意にしたのはあなただ、オワイン殿。後悔なさるといい。待て、約束の霊薬はこれだ。持っていけ。聞いていた通り、水仙の香りが漂っています。どうやら本物のようですね。ひひひ、ついに手に入れたぞ。人をゾンビーと化し、真に不滅の兵となす。ウルダ派の禁忌。この駅士でなければとても入ることができない。王宮の宝物庫の奥に秘蔵されていた幻の霊薬、ゾンビパウダー。何？若返りの薬ではないだと？騙したのか貴様。何も知らずにウルダ派を滅ぼしかねない薬を持ち出してくるとは。貴様は本当に不名誉な男だな。不名誉すぎて生きてるのもつらかろう。
すまない冒険者、お前を巻き込んでしまった。かくなる上は我が命を捨ててでも。軽々に命を捨ててはならぬ。お主の命は七尾様のものじゃ。話は後だ、ゼリーフィッシュ殿。行くぞ、オワイン。ウルダハ王家の名のもとに不埒な族を成敗してくれようぞ。ちょっとあれだね、時代劇っぽい感じでいいですね。王家だと？ お飾りが何を抜かすか。そこの冒険者をまとめて皆殺しだ。全然減らないんですけど。増援どうしよう。増援変えた方がいい。ちょっと待って。この辺弱い。どういうこと？クエストバトルと超える力の祝福。特に食らってないんだけど。敵が強力な攻撃を行うときは予兆が発生することがあります。最後に寄せず敵の攻撃を、味方 NPC や敵のセリフが戦い有利に進めるためにヒントを得られることがあります。バトル中に味方の敵やセリフ動きなど注意してみましょう。じゃあ援助に行った方がいいのかな。一時的に強化されます。諦めずに挑戦し続けてみましょう。へえ、どうしますかね。もう一回行ってみますかね。増援を先に殺しに行った方がいいのかな。これ飛ばせない。これパッて飛ばしたいね。ダメ。速度調節しかできない。これ何度も見るのやだな。さて頑張りますか。何から倒せばいい？中央の強そうな人ちょっと後回しにしようね。
雑魚から片付けるの。で、お前か。これ無限湧きしないよね、別に。あとこの辺？あ、違う。他にもいる？ん？上なんか。みんなでも怒ったのに、でも強いね、この人。みんなでここまでやって全然勝てましたね。はあ、はあ、パパちゃん殿がなぜここに。宝物庫でお前らが、お前が 何やらやってるのを局長が見かけてな。王冠のことでお主に危害が及ばぬようついて行ってやれと頼まれたのだ。ラウバン局長が。こっちにも賊の一団がいたぞ。ああ、飛ばしちゃった。オフにします。ジャイロフィッシュ殿、感謝する。私たちは王冠を奪還してくる。後ほどウルダハでお会いしよう。なるほど、それが力の理由か。道理で石人形ごときではかなわぬはずだ。しかしこれはどうかな。え？示せ創世の断りの嘆き声よ。空庫にありし壮絶の御霊を呼び出さん。いでよ深淵の冠婚かな、冠婚よ。貴様は危険な存在だ。ここで目をつんでおくとしよう。え、倒せますこれ。仮面の魔導士たちを倒せ。先に倒した方がいいやつ。あれ、
あ、なんか助けに来てくれた。大丈夫そう。サンクレット。じゃあちょっとこの会話とか終わったら一回切りにしますかね。我ら雨使いでいいかな。雨使いの秘術が打ち破られるとは。あ、よかった。雨使いだと。そうだったのか。混乱の創造主、天使い。いや、伝承に従ってアシエンと呼ぶべきか。実在していたとは。万族の陰にアシエンありという情報は本当だったんだな。それがシャーレアンから来た目的か。だってなぜ俺が違法のシャーレアンの民だと分かったんだ。いや、言わなくていい。君はあの力を持っているようだ。嫌な気配を感じて来てみればこんなことになっていたなんてな。でもおかげで収穫があったよ。しかしお見事だったな。あんな化け物を撃退するとは。そんな顔しないでくれ。君を試そうとしたわけじゃないさ。アシエンの登場は俺たちにも予想外だったんだ。何にせよこれで王宮の方は落ち着くだろう。君も銀中団へ報告に帰るといい。また会おう。さて、そんなわけで一通り討伐も埋まってるから帰っちゃって大丈夫かな。だよね。うん。今ね、あのジャイアントトータスさんがね怖くてちょっと手を出してないですけど。じゃあ本日は、配信ここまでにします。ちょっと長くなっちゃいましたけども、ではよかったら次回もご覧ください。では失礼します。